亀岡伊民は、日本の政治家、自由民主党所属の衆議院議員、復興副大臣、衆議院文部科学委員長、自民党文部科学部会長、内閣府大臣政務官、復興大臣政務官、文部科学副大臣兼内閣府副大臣などを、歴任。旧姓は小倉、栃木県下津賀郡国分次長生まれ、移民が、 中学3年に進級する直前の1970年3月に、自身の実施、むつみが、亀岡高雄衆議院議員の実刑、金一の三男、高雪と結婚。高校時代は、作新学院高等部野球部の保守として、江川すぐるとバッテリーを組み、甲子園に二度出場。進学した早稲田大学野球部では、山倉和弘の控え保守。 早稲田大学教育学部卒業後は株式会社、熊谷組に入社し、熊谷組野球部に所属。後に母校である、早稲田大学野球部の助監督を務める。1986年秋に、前室の亀岡隆夫と養子縁組し、選挙地盤を引き継ぐ後継者として1990年の第39回衆議院議員総選挙から1996年の 第41回衆議院議員総選挙を除いて4回に渡り立候補するも全て落選した。1991年11月に田辺正美の推奨の秘書となり、1993年の第40回衆議院議員総選挙では自由民主党の公認を得て田辺の属する政魔界の新人候補として立候補した。亀岡隆夫の秘書を経る。 2003年11月9日の第43回衆議院議員総選挙で移民を公認した無所属の会は2004年夏に回答。2005年9月11日の第44回衆議院議員総選挙では自民党は移民と選挙区が競合する佐藤武を比例東北ブロックに回したため移民は福島一区から自民党公認で出馬し初当選。当選後に 政は政策研究会へ入会した。2009年8月30日の第45回衆議院議員総選挙では公明党の推薦を受け、前回と同じ福島1区で立候補したが、比例復活もならず落選。2012年12月16日の第46回衆議院議員総選挙で前回の屈辱を晴らして2度目の当選を果たし、国政に復帰。 同年12月発足の第二次、安倍内閣では内閣府大臣政務官に任命される。その後自由民主党政務調査会内閣、部会部会長代理、同農林部会部会長代理に就任。2014年12月14日の第47回衆議院議員総選挙で参戦。2016年8月、自由民主党政務調査会文部科学部会長に就任。 2017年10月22日の第48回衆議院議員総選挙では無所属で立候補した金子恵美に敗れたものの比例復活で4選。2018年10月、衆議院文部科学委員長に就任。2019年9月、第4次安倍第二次改造内閣で文部科学副大臣県内閣府副大臣に就任。ありがとうございます。